ハリとアクマンスユは、オスマン帝国末期及び、トルコ共和国初期の軍人。出身地からガダイルハリドベとしても知られる。トルコの政治家。共和人民党を、初めて離党した議員。最終階級は大佐。1884年に、カスタモヌ県ガダ,ダイ軍ケルベクマイクで、ヒュセインベートネジベハヌブの息子として生まれた。1897年のキド戦争の、 戦勝宿賀越平式を見て軍人に憧れ、カスタモネ幼年兵学校、ブルサ少年兵学校を経て、1903年にイスタンブールの陸軍工科学校に入学した。クラスにはアリレムズイラが、コレスにはミュームターズ、ハサン・ルファト、ルシュトゥ、アフメト・デルビーシュ、アフメト・フェブズイラがいた。1906年、公兵学校を方兵将尉として卒業し、 陸軍大学へ進んだ。1907年に中尉に昇進し、1909年8月26日、参謀大尉として陸軍大学を修了し、参謀研修のためダマスカスの第5軍に配属された。1910年、タイドルューズ派作戦に参加し、1911年、第8軍団の参謀を経て、1912年、ハレブ予備士団の参謀となり、 バルカン戦争に従軍した。1913年、バグダードの第13軍団の参謀に任命された。アリーフさん、パシャ、ウィリアム・マーシャル、ダダイル・ハリドベー。1918年11月その後、1914年、ダマスカスの第8軍団の参謀に任命され、第一次世界大戦では、同軍団と共に、スウェズ運河作戦に参加した。 1915年以降、メソポタミア戦線に送られ、イラク地区司令部、第38師団の参謀、第13軍団作戦課長、第52師団参謀長、第6軍作戦課長、第18軍団参謀長を歴任した。1918年10月30日に、ムドロス休戦協定が調印され、翌31日正午に発行した後、 メソポタミア戦線の連合軍総司令官、ウィリアム・マーシャル中将とオスマン第六軍司令官、アリーフ・サン・パシャとの会談に、第六軍参謀長として参加した。11月7日に、マーシャルが発した、最後通帳に屈する形で、11月9日に、オスマン帝国軍がモうするを退去し、リアルバクルに退くと、同地でジェブデッドベイが軍団長代理を務める。 第13軍団の参謀長を務めた。1919年9月、イスタンブール政府が、エルアジーズ県知事、アリガリーブ米やマラティア軍知事、ハリル米を使って、スイワス会議を妨害しようとした際、スイワスの第3軍団、エルゾルムの第15軍団などと協力して防いだため、1919年10月1日、スイワス会議から感謝の辞が伝えられた。 1920年5月、師団長権限を付与されたマラシュ地区司令官に任命された。1921年1月11日、国防省輸送課長に任命され、アナトリアバグダット鉄道総局長代理を務めた。第二次イニ,ニュの戦いにおける貢献により昇級し、参謀総長、フェブズイッパ社から感情が送られた。その後、大国民議会軍が、 サカリア側の東岸に交代すると、第三家深洲師団長に任命され、サカリアの戦いでは、1921年8月25日、山区渓谷沿いに、ハイマナに向けて前進していたギリシア軍部隊を停止させ、これに反撃を加えた。その後、ギリシア軍をカラヒサールサーヒブまで追撃し、10月22日、第一軍参謀長に任命され、同軍司令官、 アリーフさん、サンパシャとのコンビが復活したが、3ヶ月ほどで同職を辞した。1922年2月11日、第5カフカス師団長に任命され、8月26日にカラヒサール・サーヒブ付近のギリシャ軍に対して開始された大攻勢では、8月30日にギリシャ、ショーアジア軍の主力をドゥムルプナル付近で包囲殲滅した戦いに参加し、9月2日、 不尺に向けて前進中、ギュベンョユで、ミルティアリス・カイバリス大佐指揮下の議、1923年7月19日、第2期大国民議会の選挙で677票を獲得して、カスタモヌ県から議員に選出され、8月11日に初登院した。任期中、オスマン帝国軍の捕虜の帰還などに尽力した。トルコ独立戦争期以来、 する男性を廃止するがカリフを擁護するとの方針が指示されていたが、カリフ制の廃止が議案が審議されたので、ハリトは反対の意思を表明した。しかし、1924年3月3日にカリフ制は廃止された。その後、ハリトは1924年11月に予備役となり、カリフ制廃止の1年後、1925年3月3日に人民党に 離党届を提出した。ムスタファ・ケマルは、側近議員4名に、ハリトの遺留を指示したが、ハリトの決意は固く、離党して、新ポ共和党に合流した。新ポ共和党の幹部たちは、イズミル暗殺事件に関連して逮捕されたが、ハリトだけは、逮捕から除外された。1927年に、政界から引退し、1929年1月16日に、 以外により退役した。オイノジじー行 M によると、ハリトは一時生活にも窮したが、共和人民党幹部による公務就任の提案をことごとく断った。1946年と1950年の総選挙への出馬を要請されたが誇示したという。1953年2月23日、カドゥキョイのクズルトプラクマイクにある自宅で亡くなり、 カラジャ・アフメト墓地に埋葬された。その後、1988年9月27日、アンカラのトルコ国立墓地に改装された。トルコ大国民議会はク府のトルコ議会誌によると、士官学校とあり、アフメト・トゥラン・アルカンは、インターネットのある自由百科事典によると、学校は、高科学校マハンディシェーン、アイ・ベアー、アイ・フーマンと書かれている。これは、 絶対に間違いだ。と書いている。トリクピス少将に小アジア軍総司令官任命の事例が到達しなかったため、ギリシアでは第一軍団司令官とされている。これに反し、トルコではトリクピス少将の小アジア軍総司令官への任命が強調され、両軍の総司令官が参加した決戦という意味を込めてドゥムルプナルの戦いを総司令官回戦と呼んでいる。 アフメトチャウシュがエルマダール付近で捉えたとされ、1972年、アフメトチャウシュのタイトルでサミフ・フエビン監督により映画化された。ありがとうございます。